仏日山法輪寺は、兵庫県姫寺市政の口にある臨済宗明神寺派の寺院。本尊は、薬師如来。豊臣秀吉にまつわる伝承から、湯沢山作連寺の通称を持つ。平安時代からの優勝を持つ古寺と伝えられる。天伏元年の頃は、天台州で、海石山津守雲寺と合した。南北朝時代に入ると、張間国主後の赤松のリスケが、 設計禅時を招いて、次号を宝林寺と改め、また宗派も禅宗とした。以後は、赤松氏、また後に、映画城による三騎士の崇敬を受けた。天正八年、映画城前面に際して当時に立ち寄った、豊臣秀吉から、湯沢山作連寺との称号と、寺業九国を与えられたという。この頃、次号を仏、檜山法輪寺と改めている。 慶長6年には、姫路城主となった池田照正から寺料休国を与えられた。また、慶安2年には、第三代将軍、徳川家光からも主院状を受け、以後9度にわたり、主院状を受けている。張馬館によると、東西60軒、南北205軒を有するなど、江戸時代には広大な寺料を誇ったが、明治時代にその多くを失い、現在は小さな寺である。 昭和49年に栗と書院を修築、平成4年には2年がかりの本堂修復を終え、落景法要が営まれた。映画城ゼミを前に、秀吉が立ち寄る、との法を受け、法廃足地では、関数一杯に用たぎらせ、また増票が手をつけないようにと関数に蓋をくくりつけて、秀吉一行の来訪を待っていた。そこへ、造票数人のみを連れた、軽装の秀吉が現れ、 茶を所望する。住職は、秀吉と気づかず、まず左右を出したところ、そのカンスの茶が欲しいと言われた。そばにいた庄屋が、これは、秀吉公に差し上げる茶なので、どうしても差し上げられませんと断ると、秀吉は、かか対将し、我こそ、秀吉であると名乗った。住職も庄屋も行転し、ひれ伏した。秀吉は、戯れに、今後は、 湯沢わさん作連寺と名乗るが良いと言い,い、九国九と九章九号の主因状を与えたと伝えられる。現在も境内に残るかやの木は、秀吉来訪を記念して山主が植えたという。ありがとうございます。